商談意外と早く終わったね。そうですね、時間も余りましたし、どっか観光へでも行きますか。すいません、タクシー乗り場ありますか。私が案内しようだわん。ここが熊本タクシー銀座通りステーションだわん。熊本の繁華街でタクシーに乗りたいときはここで熊本タクシーに乗れるわん。ビル自体も熊本タクシーの本社になっていて、月決め駐車場もあるわん。タクシーがいないときは専用ダイヤル熊タクフォンで呼び出せるわん。水前寺成就園は肥後細川藩藩主細川忠俊がお茶屋を築いたことが始まりで、後に大規模な庭園が作られ今の形になったと言われています。また併設する和泉神社には歴代の細川藩主が祀られています。現在は熊本の有名な観光スポットの一つとなっています。いやいい場所ですね。また来たいですね。そうだな、そろそろ時間だし行くとするか。タクシーなかなか見つかりませんね。うん、っていうかここら辺ってどこ。完全に迷っちゃったみたいですね。マジか、どうしようか。どうしましょうか。タクシーどこですか。僕に任せるわ。全国タクシーは電話をせずに画面をタップするだけでタクシーを呼べたり料金検索ができるアプリだわん。呼びたい場所にピンを立てて熊本タクシーを選ぶわん。あとはタクシーを呼ぶを押して待つだけだわん。他にも熊本タクシーは画面に空車の車両が見えるからとっても分かりやすいわん。